はい、どうもおはようございます。今日は清江戸川 H 前と団地前、 H 前というか団地前と H 前の間で釣りしようかなと思っております。そしてですね、ちょっとね、皆さんに大事なご報告がありまして、ですね、この間ライブ放送の方では言わせていただいたんですけども、僕が去年の秋にですね、秋の雨降ってる時に、団地前の方で、ランカシーバスをですねトップウォーターで、釣らせていただいた動画があるんですけども、その時に大活躍したですねスーパーサミー126っていうルアーが、ラッキークラフトさんから発売されてるんですけど、そこで僕のオリジナルカラーをですね作ろうということを言ってもらえて、ラッキークラフトさんから言ってもらったわけじゃないんですけど、ラッキークラフトさんに、ちょっとねお話を、ある方に出していただいたんですけど、それがいいんじゃないですかっていうことで、作ることになりまして、でいくつかねサンプルとかをお願いして作ったんですけど、ですね、これが半分こう水に入った状態から頭がこう出てて、頭出てる部分が黄色系と、でお腹がシルバーで、お腹というか側面がシルバーで、魚から見える方だとこうシルバーに見えるという感じですね。でお腹はピンクでラメラメが入っているんですけど、これが、こっちのルアーですね。これが、こっちが、今仮に左側の部分が、ボディがシルバーになってます。で金のラメが入ってます。シルバーボディに金のラメ、でこっちひっくり返すと金のボディにシルバーのラメが入ってます。これはお腹は、シルバーですね。で背中が、グリーンです。こっちがグリーンゴールド、こっちが、グリーンシルバーみたいな感じ でヘッドがちょっとチャートが入っていると。で魚から見た時に、こっちヘッドこうドッグウォークしてた時にフラッシングで、金のフラッシング、シルバーのフラッシングとこうちょっと違った光がね出せるんじゃないかということで、ちょっと、あんまりそういうカラーを僕の中で見たことなかったので、この辺はちょっとね、これは多分もうほぼ決定で、金ギラ銀っていう、金ギラ銀だか金キラ銀だかちょっとどっちか迷ってるんですけど、それにちょっとこれは決定しそうな感じです。僕の中でかなり実践で、今日ちょっと使わせていただくんですけど、楽しみなルアーになってます。で、これがちょっと僕の中でのイメージが違ったと、こっちのもう一個の方と金魚銀でかぶっちゃうと思ったんで、当初のねこれちゃんとこう真っ黄色にしてほしかったんですよね。これがこう水から沈んでる状態、水に沈んでる状態は人間から見たらすごいこう視認性が良くて、魚から見たら、シルバーのこう光がキラキラ見えると、注いると。でお腹はピンクベリーですね。で全体的に、シルバーのラメが、こう散りばめてあるような状態になっております。これもおそらくこのまま行くんじゃないかと思いますので、これがねちょっとライブ放送の方でもこっちの方は金キラ銀って名前、金キラ銀か金キラ銀かで名前ちょっと行こうかなと思ってるんですが、なんで金キラ銀かというと、こっちは金でラメがギラで、こっちは金と、金キラ銀という感じで、もうすぐ、ネーミングが浮かびました。でこっちの方がまだちょっとタイミングがまだなくて決まってなくて、この間ライブ放送させてもらったら団地前とかっていう色どうですかって言われて、団地前だけでも面白いんですけど、団地前妻とかいろんなこうね、団地前で僕はこの動画をね、魚を釣らせてもらったんで、思い出のある場所だから、団地前っていう名前どうですかっていうふうにいただいて、それが結構ねみんなの間で結構一時的にこうコメントで湧いて、それも面白いんじゃないかなと思うんで、団地前レモンとか団地前イエローとか団地前チャートとか、これどうしてもこのヘッドの名前がね僕ちょっとこう特徴的に入れていきたいなと思うんで、ちょっと迷ってる状態ではあります。で発売の方がちょっとまだ未定なんですけども、秋ぐらいにできたらいいんじゃないかっていうふうに言ってるんですが、本当にね、ラッキークラスさんみたいな大きい会社でもコロナの影響でかなり遅れが出たりとか不安定な状態で、いつ頃決まりましたってまだはっきり言えないらしいので、その辺とかが決まり次第、料金とかもまだ聞いてないんですけど、そんなにね純正のサミーとブレはないと思うんですけど、同じかちょっと高いぐらいだと思うんですけど、
で何本かっていうのもまだ決まってなくて、確実にはなので、またちょっと動画の中でちょくちょく使っていくと思うので、なんか進展があり次第動画の中で報告できたらなと思いますので、ぜひ、興味ある方はちょっと楽しみに待っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。で今日非常に勉強にね、ライブの中でも言わせていただいたんですけど、メーカーさんとやり取りとか、その間の方のやり取りとかで、こういう風に書いたらいいんじゃないかなとか、こういう風に色を作ったらいいんじゃないかなとか、いろいろ考えて、作りました。非常に実践向きな色だと思っているので、もし、ちょうど買おうかなと思った方とかいらっしゃったらね、ぜひよろしくお願いしたいところであります。はい、すいません、長々と。はい、でちょっと今日は、金ギラ銀の方ですね、そちらをちょっと使っていこうかなと思います。ちょっとだいぶこれで時間食っちゃったんですけど、すいません、よろしくお願いします。ちょっと一旦止めますね、失礼します。はい、じゃあちょっとねやっていきたいと思います。で天気じゃなくて日付の方が、ですね、5月15日の8時6分になります。では早速水温を見ていきたいと。あ、やべ、だいぶ波にさらされた。やばい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 、どっか行った、やばい、ちょっとやばいっす。水温計が波に飲まれちゃいました。どうしよう、どっか行っちゃった。マジか。あー、そしてすごい濁ってますね、すごい濁り。ちょっと濁り方見てもらいましょう。今船が通ったっていうだけじゃなくて、結構濁ってますね。もう根本的に濁ってると思います。今日はすごい土砂濁り、こんな感じです。かなり見えますかね、かなりやばいです。やばいっていうか、もう白乳白色っていう感じです。白乳白色っていう、白いっぱい入れすぎ。やべやべ、マイクが。はい、ではスーパーサミーの方を使っていくんですけども、あれなんですよね、なんかちょっと見てると、あのちょっとね、水温計がね波に飲まれてしまった。やばい、どこ行った、あったけど、あったあったあった、あぶねー、カキ殻に救われた。謎の木で取れたんですけど、ちょっとどっか謎の木も流されちゃった。17度ですね、少し下がっちゃいました。17度、ちょっと今若干ブレましたけど17度です。はい、やっていきますね。はい、今日はちょっとバルバル992バンキッシュ 4000mhg です。ではこの金ギラ銀でいきたいと思います。まあ、ね、基本的に飛びと動きはね同じなので、そんなにこうやってめっちゃ飛ぶと、これがすごいマジ飛ぶんですよ。竹食いにライン食われたらやばいんで、ちょっと気をつけます。しかも今ここすごいシャローになってるんで、気をつけないとやばい、やばいやばいやばい、一等でなくしたらやばい。持ってる方なら分かると思うんですけどね、音がまたアマペンとはね違った感じで素晴らしいサウンドなんですよね。あ、これでも結構見えますね、ヘッドの部分がちょっとしかポンツンってこうないから、そんなに視認性良くないかなと思ったんですけど、十分見えます。このおっさんの眼力でも見えるんで、で普通にチュン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 って言って勝手に振ってくれます。うわ、なんだ今めっちゃでかっこいいか。でこうやって僕も動画の中で言ったんですけど、こうやって垂らして、まあ、1メートルとか1メートル半ぐらい、まあ、ロッドのパワーとかにもよるんですけど、
垂らしてもらって、普通にこうピュンってやってもらえれば飛びます。ちょっと今のはちょっと失敗気味、最初の方が良かったですね。ちょっと今上流側から下流側に向けてかなり風が強くはないですけど、ちょっとあります。わー、よかったよかった。結構もうちょっと頭の部分のイエロー増やしたいなと思ったんですけど、量ですね。そうするとまたあっちのね、団地前カラーと被ってしまうと思われるんで、このぐらいの方がいいですね。ああ、ちょっとお見せできないのはあれですけど、結構見えます。友達はこっちの色欲しいとか言ってくれました。あの団地前レモンもまああれですけど、見えるかな、ちょっと見えるかどうか確認しながら。見えますかね。結構黄色の部分がちょこんと出て見えるんですよ。今あそここの辺ですかね、いますけど、音は拾えてるかわかんないですけど、相変わらずね、このチャコ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 カコチャコカコチャコチャコカコカコみたいな感じで。お、カニが、なんかカニがバトルしてる、やべ、カニバトル始まった。ちょっとこれ見て、カニバトル始まってる。カニ対カニ、当たり前カニ対カニの、これが本当のファイトクラブですよ。ほらほらほら、めっちゃファイトクラブしてる(笑)ファイトクラブ来た、すげえ戦ってる。ちょっと一歩も動かない、がっぷり四つですね見えてます、ファイトクラブ。ちょっとね、手前の方が茶色くて、奥の方が、グレーっぽい色で、同じ種類だと思うんですけど、もうすごい緊迫した状態で戦ってます。何の話してる。はい、ということで今日はちょっとね、この準備とかに時間かかってしまって、ちょっと荒川の方はちょっとご勘弁くださいって感じで、ちょっと調査の方には行けないかなって感じなんですけども、という感じで、思ったよりヘッドの部分が、こうね、印になってくれて、よかったです。これ本当にあるかないかで、魚が水中に持ち込んでるかどうかっていうのが一瞬で判断できるんで、まあ多分、まあもちろんね、団地前イエロー団地前イエローって言ってますけど、団地前イエローの方がもちろん視認性っていう面ではかなりいいと思ってますので、はい、まあそんな感じになります。もし興味がある方は、あの仕様は全く同じなので、ウェイトとかその辺の内臓の部分とか一緒なので。これでちなみに今ガマカツの3番つけてます。 MH 3番推奨なので3番フックをつけてテストしてます。でトップのリングは外してます。ではこれで釣れるべく頑張りますので、またよろしくお願いします。また何か質問などありましたらコメント欄にてよろしくお願いします。はい、では失礼します。ありがとうございました。宣伝になっちゃってすいません失礼します。以上ファイトクラブ編でした。失礼します。